どうも、中日ドラゴンズ大好き芸人の猪島全治6ヶ月です。よろしくお願いします。今日はですね、サムネにも書いてあるんですけども、中日ドラゴンズの新4番細川誠也選手は年間ホームラン何本打てるか、これをね考えていこうと思います。まず細川選手の成績はですね、67試合に必要、打率3割1分1厘10本塁打42打点です。 OPS は909、右投手相手の打率は2割8分4厘、左投手相手の打率は3割9分3厘です。私ねこれ調べてね、まさかね細川選手がここまで左投手に強いとはね思ってもいませんでした。そしてねまさかね中日ドラゴンズの新4番が現役ドラフトから生まれてくるとは思ってもいなかったですね。いや嬉しいですね。ちなみに日本人で2桁本塁打を打ったのは2021年の木下拓也選手以来出ていませんでしたね。はい、まあ、最低でもね細川選手にはですね、まあ、5年間はドラゴンズの4番を任したい、そして4番を任せられる選手に成長をしてほしいですね。では細川選手は今シーズンは年間ホームラン何本打てるか考えたいと思います。それはですね、最低でも本塁打は20本以上打ってほしいと思いますね。まあね、今6月30日現在でホームランは10本だから、まああと7、8、9の3ヶ月間でまあ最低でも10本のホームランは打ってほしいと思いますし、まああわよくばやっぱり25本ぐらいは打ってほしいですよね。もうね、日本人選手でバンテリンドームでホームランが25本打てたらね、これはもうね、ホームランバッターとして才能は開花はしたと思いますね。でもね、細川選手、まだまだ実はね、課題がある選手です。細川選手はですね、1年間通じてですね、試合に出場をしたことがないんですよね。これからね、暑くなる時期です。体力が持つかね、私ちょっと心配ですね。体力がガクッと落ちてね、本塁打、打点、打率がガクッて落ちるんじゃないかなと思いますね。まあ、細川選手のね、成績が下降するとね、ドラゴンズね、ますます勝てなくなってしまいますね。ちなみに、細川選手はですね、2021年に37試合に出場。これがね、最多の出場となっていますね。だからね、この暑い時期をね、乗り越えることができればね、3割2次本塁打。これは達成することはできると思いますね。またね、細川選手はこれから他球団のマークがね、厳しくなると思うんですよね。まあその理由はですね、中日ドラゴンズで今ランナーを返せる選手は、細川選手、石川昂弥選手、ビシエド選手、この3人です。でもね、ビシエド選手と石川昂弥選手がね、今ね、ちょっとバッティングの調子が良くないんですよね。そうなるとね、ランナーを返せる選手はですね、細川選手のみになってしまうんですよね。まあこれじゃあやっぱりちょっと厳しいよね、ランナー返せる選手はね、細川選手だけじゃね。だからね、最近はたまにですけども岡林勇希選手が3番に入ったりしますよね。まあでもやっぱり岡林選手はね、できれば1番2番を打ってほしいですよね。そうなるとね、ランナーを返せる選手は、細川選手のみになってしまいます。だからね、これから細川選手が20本塁打25本塁打を打つにはですね、ビシエド選手と石川昂弥選手がバッティングがね、不調から復帰する、これにもねかかっていると私は思っています。